はい、今回もサイバーパンク2077をプレイしていきます。何をすればいい？前回バナムの車と荷物を取り返すためにこの廃墟の街に罠を張って待ち伏せしようってところだったね。ライブのセーブ編を思い出すな。ヌード写真を罠として使わなきゃ。で、罠に使えるものはないかとスキャンしたが、何もかんもボロボロだな。ロッキーリッチは完全に廃墟ね。設備はどれも動かなくなってる。いくら私がハッキングマスターとはいえ、電力が通ってない機械は無理だな。これからどうするか、バナムと相談しようか。無理よ。設備はどれも動いてない。なら動かせばいい。ラフェンが来るのは日が落ちてからだ。それまでにサプライズを用意しよう。まずは電力が必要だね。変電所を調べてみよう。了解。あ、廃墟になったとはいえ電力は通そうと思えば通せるのね。変圧器をスキャンして、それに繋がっているブレーカーへ。ブレーカーがあった。でも電力が来てない。それなら大丈夫。降りてきて。奴らを驚かせてやろう。さてと、高砂炉への電力供給源はあの変電所だ。奴らが来たら屋根の配電盤を操作して一斉に明かりを灯してやるの。わかった？ライトで照らしてビビらせるのか。ふむ、うまくいくかな。了解。電源の方は任せる。私はアクセスポイントを探すよ。了解。連中はきっと大勢で来るはず。うまく出し抜いて私の車までたどり着かないと。考えがある。奴らが高砂炉に来たら少し遊んでやるつもり。任せたよ。明かりがつけば連中は不審に思って辺りを調べ始める。いい作戦ね。でしょ。でもまずは下の端末を起動しないと屋根の配電盤が使えない。車が必要ね。バッテリーでブーストすれば起動するはず。変電所のところで待ってて。車を回してくるから。手慣れてるな、バナムさん。車のバッテリーでブーストか。光で誘導してばらけたところをステルスしながら一人一人倒していくって感じなのかな。制御パネルはまだ使えそうだ。動力源にバイパス回路をつないでみる。動かしさえできればこっちのもんよ。トランクにブースターケーブルがあるから車のバッテリーとつないで。はい、わかりました。専門用語が多すぎて言いなりになるしかないず。うちの B は知力関数としてるから話についていけるけど、プレイヤーの私はあんまりついていけてないのだ。赤いケーブルをつないだ。ちょっと待って、こっちがまだなんだ。よし、じゃあ黒いのもつないで。ご苦労さん。オンボロが役に立ってくれた。これでよし。中の端末を起動して建物内の電力が復旧したら屋根に上がるんだ。わかった。私はタワーの上に行く。これで交差点全体を掌握できる。こっちから合図したらブレーカーを入れて。わかった？了解。トントン拍子で準備が進むな。部屋の中で何かを操作するんだな。私は当たり前だけどドアにロックがかかってるね。ガラスを割って入ればいいでしょう。誰も弁償しろなんて言わないから。うおー、びっくりした。これ専用セリフ。すごいなこのゲーム。ちょっとした詰まりポイントにもヒントと専用ボイスがあるの感心しちゃうね。で、ガラスを割ってそこを通るっていうことができるとは思ってなかったんよな。このゲーム、ガラスが全然派手にならないのよ。入念に壊さないと通過判定が生まれないっぽいね。お、入れた。なるほどね。これは放射性物質が入ったサス素材の宣伝か。どうでもいいよ。お、配電盤にメッセージが残ってるね。見てみようか。電力泥棒に入られたら電気代を払わされるからちゃんと対処しようっていうメッセージと、面倒だから対処しないでいいわっていう返信だね。バカめ。そんな雑な仕事をするから我々みたいな電気泥棒がかすめ取っていくんだぞ。陽動作戦をするぐらいの光量だからそれなりの電気代を支払わされるだろうね。あとは待つだけね。あ、ここでずっと隠れて待ってるの。辛いな。1時間で腰が崩壊しそう。援護は任せていいのよね？もちろん。来た。
あいつら私の総統で見える？見えてるから落ち着いて。いよいよ本番だよ。連中に見つからないようにね。トラブルが起きたら私が狙撃で援護する。オーケー？分かった。やっぱりステルスか。まあハッキングステルスでなんとかなるべ。これバナムさんがマーキングしてくれてるのか。助かるな。準備はいい？いよいよショータイムだ。うまくいって。うお、危ない。しゃがまないとバレるか。盛大に火花が出てきたもんだから敵は全員警戒してるね。モヒカンの女だ。この距離でモヒカンも何もわからないけどな。そいつのチップを取ればいいんだな。とりあえずいつものピン&ブリーチ。うむ、ブリーチプロトコルはこの大量アップロードが気持ちいいんだよな。ここにいる敵全員 B を目視したら数秒盲目になる体になってしまったわけだね。で、攻撃は化学汚染でいいや。ポチッとな。よし、倒れた。しかし、どうやってあれを取りに行くかって話だよな。おびき寄せてから倒した方が良かったかもしれないね。まあこっそり行ってみるか。目視されたら盲目にするやつを信じよう。案外余裕で行けそう。ゲノム兵どもめ。よし、さてどうする。まだ何人か残ってるけど。車に乗って逃げるか、全員始末するか。全員始末するに決まってるぜ。同感、テレパシーかな。車の横のやつらを始末しよう。お互い一人ずつだ。え、あの2階の敵が私の担当かい。じゃあ回路ショートっと。これハッキングが得意じゃなかったらどうしてたのかな。やっぱり CQC かな。このゲームサイレンサー銃で撃ったらかなり速攻でバレるしな。正直ハッキング攻撃もそれぐらい見つかりやすくてもいいと思うんだけどね。うむ、ハッキング攻撃したら3人ぐらいで固まって見に来るとかでも良い気はするよな。 MP を消費してクールダウンがあるとはいえ、ひたすら超遠距離からハッキングしてれば大体なんとかなっちゃうからね。他のビルド、例えばブレードマスターとかアサルトライフルとかは早々にカンストさせてもここまで無双はできないらしいしな。まあ無双の方向性にもよるけどね。ブレードマスターは狭い曲がり角で待ち構えてれば最強らしいし。まあそれはそうか。しかしスカイリムでは魔法が弱かったからここまで魔法が強いとちょっと感慨深いな。モッドで強化しないとろくに戦えなかったね。特に攻撃魔法は精霊を召喚しまくって自己バグしてから殴りかかる一人分隊スタイルでやってたな。懐かしい。ワンマンアーミーはそういう意味じゃないんだよな。終わりましたぜ、バナムの姉子。あ、車に乗るのか。キーを手に入れたのは B だからね。どいて、私が運転する。まあ、これ、バナムさんの車だしな。別にいいよ、いいよ。了解。そんなに我慢できないの？ただいま。なかなかのマシーンでしょ。え、車の良し悪しはわからない。まあいいんじゃないすか。とりあえず褒めていくスタイル。私の一部よ。ほらね、ミチとスコーピオンがいなくてもやれたじゃない。気を抜かないで、まだ終わってない。なんでブツも車も取り戻したのに。ナッシュがまだだ。あのクズ野郎、ロッキーリッチに現れなかった。そうか、ナッシュを殺すのも目的の一つだもんな。B との取引においては付き合う必要のないことだけどね。復讐は目的の車と商品は取り戻した。シックスストリートが連絡を待ってるし。いいから話を聞いてよ。奴らのアジトを知ってるんだ。近くにあるフリーウェイを通れば着く。私たちが来るなんて夢にも思ってない。ほうほうほう、
それはお宝の匂いがするの。いさめるか、乗ってアジトに向かうか。乗るに決まってるんだよな。8人ぐらいから漁った装備だけじゃ足りないぞ。すぐ近くだよ。ありがとう。いいってことよ、パナムさん。そっちは復讐ができて、私は装備を漁れる。俺によし、お前によし、みんなによし。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。